あなたに何がわかる。私たちが生きる世界はそれほど甘いものではない。うん、今日一日あなたは何をしたの。小太郎くんのピンチを救ったのはあなたじゃない、ゼルマンさんよ。ミミちゃん、僕がお願いしたのはそういうことじゃなくて。私を怒らせたって無駄ですよ。何が護衛者よ。自分一人で全部背負い込んで、その挙句守りたい人を危険にさらして、そんなのただの自己満足よ。生意気な人間め。たかが十数年を生きただけの小娘がオールドブラッドに意見するか。青臭い吸血鬼。100年生きてきて、その間あなたは何をしてきたの。知った口を聞け。現に今小太郎くんは無事よ。これはトックのみんながあなたに力を貸してくれたからじゃない。あなたと小太郎くんを大事に思ってくれたから。あなたたちが二人っきりじゃなかったからよ。違う、母さんがどれだけ手強いか、クーロンチャイルドがどれだけ厄介か、そんなこと他のみんなだって分かってる。だから今必死に力を合わせて戦ってるのよ。一人じゃかなわないから。でもみんなで戦えば大事なものを守れるから。自分自身のために、みんなのために、何より小太郎くんのために、あなたはみんなに合流すべきなのよ。それで初めてあなたは母さんと渡り合える。どんな大きな流れにもびくともしないような大河になれる。そしていつかそれは母の海へ。ジロは海になれるかな。ミミコさん、あなたは。